りたての牛乳を、できる限り、早く子供たちに届けたいという女性のナレーションとともに、緑の原っぱをかけてくる子供たち。手に、空のコップを持ったまま、空を見上げます。青空、大地、子供、笑顔、牛乳の CM としては、とてもオーソドックスな雰囲気です。では、どうぞ。海外で、たびたび、WTF、なんだこれと話題になる日本の CM。本当に拾いきれないくらい頻繁に取り上げられるのですが、今回も、そんな WTF な CM からになります。現在海外ネットをざわつかせているコマーシャルを制作したのは、熊本県酪農業協同組合連合会、通称酪農マザーズ。酪農牛乳、牛乳ビーム編というタイトルからして、どこか普通ではない雰囲気がそこはかとなく漂っていますが、内容も、案の定、かけ根なしに普通じゃないものになっています。投稿には、1日ちょっとで1万5000件以上のコメントが、寄せられた反応をまとめましたので、ご覧ください。海外の反応。ごくり。これが、かの有名な日本のテレビ CM か。オランダ。突然、俺の脳が目から送られた信号を拒絶した。アメリカ。日本はいつも奇抜なアイデアで、世界に感銘を与えてくれるブラジル。もし、日本という国が存在していなかったとしたら、この世界は、どれだけ退屈なものだったか。国籍不明。こんな恐ろしい映像を紹介するサイトには、もう二度と来ない。アメリカ。日本は、絶対に、俺たちの期待を裏切らないよな。オランダ。どうして?あらゆる観点から考えても、これはおかしいわよ。オランダ。なんで変な CM の大部分は日本からやってくるんだ、ベトナム。これも何かのプロパガンダだろ。ブラジル。な。日本が世界中から愛されてるわけだろ?アメリカ。変なコマーシャルがいずる国。その名は日本。国籍不明。変なのは CM に限った話じゃないけどね。マレーシア。ははは。日本の CM を延々と流すチャンネルがあればいいのに、スウェーデン。日本人も、こういう変なこと考えるんだって、私的には意外だった、インド。確信したよ。日本人は、なんというか、俺たちとはリーグが違うんだ。アメリカ。日本という特別な国が存在することを神に感謝しよう。アメリカ。日本の CM だと思うと、一気に日常感が出てきますね。デンマーク。これ以上に変なものを見ることは、この先もないだろうな。ドイツ。少なくとも、子供たちは普通に受け入れてるね、ドミニカ共和国。私は、前から日本にハマっちゃってる人間だけど、誰も私を責めることなんてできないでしょ?デンマーク。ものすごく笑ったけど、でも、この話を誰かにすることは絶対ないと思う。ドイツ。もう、何が何だかわからない。日本は、そろそろいい加減にしろよな、フランス。完成しました言われて、この映像を持ってこられて、誰が何を思ってゴーサイン出したんだよ、アメリカ。日本のことを知れば知るほど、底知れない部分が出てくる、スペイン。自分から見に来たはずなんだ。それなのに、なんだろう、この言いようのない見せられた感は。デンマーク。間違いなく、日本がテレビ CM の創造性を死守してくれている。ブラジル。に、本くんはちょっと飛ばしすぎだから、ここいらで一度立ち止まってみようか。イタリア。日本がいない退屈な世界なんてもう考えられないよな。国籍不明。俺は勉強しなきゃいけないんだ。なのに、日本の奇抜すぎる CM に釘付けになってる。オーストラリア。なんてこった。自分が、すごく、世間知らずで、純粋な人間に思えてきた国籍不明。正直、俺は、テレビ CM のディレクターになるべきなのかもしれない。すべてが許される日本という国で。オーストラリア。至極奇々怪々な映像広告ではあるものの、図らずも、私の脳裏に去来した思いはといえば、
日本人への純粋なる愛情と畏敬の念のみである。アメリカ、ドイツのコマーシャルも相当変だと思ってたけど、日本があっさり俺たちの頭を飛び越えていったぜ。ドイツ、日本の CM を超えることができるのは日本の CM だけ。ブラジル、日本人と日本人の奇抜すぎる個性に乾杯。君たち、これからも絶対に変わらないでくれ。ドイツ、コップを天に向かって掲げた子供たち。そこに黒い大きな影が。登場したのは牛の模様をした UFO。 まさかの展開に、これだけでも腹筋がおかしくなりそうなのに、 UFO の入り口らしきところから突如牛さんの乳首がビヨカランと飛び出てきた。そして牛乳光線がシャワー状に放たれ、子供たちのコップに注がれます。酪農牛乳の他の CM も見てみたのですが、牛が UFO に連れ去られたり、阿蘇山に恐竜が現れたりと、なかなかのインパクト。酪農牛乳の CM、 これはちょっと今後も要チェックかもしれません。